岡山県久米南町で花しょうぶが見頃を迎え、訪れる人を楽しませています。色とりどりの花が植栽地を染めます。花しょうぶが見頃になったのは、久米南町上神目の花しょうぶ園です。季節の花を楽しんでもらおうと、地元有志で作る花しょうぶの会が管理し、数年ごとに植え替えています。8アールの田んぼには60種類およそ2000株が植えられていて、今は全体の8割ほどが咲いています。管理しているメンバーによりますと、今年は花の色づきがよく、特に3年前に植えた北側の植栽地は美しい花が咲き競っています。訪れた人たちは優雅な花を眺め、梅雨入り前のひとときを楽しんでいました。一つ一つが花びらが綺麗ですね。素晴らしいですね。ちょうどいい時に来た。癒されますよね、やっぱり。久米南町の花しょうぶは今月20日頃まで楽しめるということです。